今回ですね、サイキック学園の主演を演じさせていただけることになったんですけれども、もう間もなく、稽古が始まります。本番まで、残り少ない時間ではありますけれども、全身全霊で、演技していきたいと思っていますので、皆さんどうぞ応援のほどよろしくお願いします。はい、使ってみたい、できたらいいなって思う超能力ですね。僕は瞬間移動ができたらなとすごく思ってます。まあ、なんでかっていうと本当にね、遅刻しないですよね。はい、あとは好きな場所に行けるので、そういった超能力を使ってやっぱ瞬間移動したいなと思います。できたらいいな。皆さんこんにちは、吉祥寺明美役の白澤香苗です。今回ダブルヒロインを務めさせていただきます。ありがとうございます。私ヒロインもなんですけど、今回舞台が実は初挑戦ということで、本当に今ビジュアル撮影が終わったんですけど、今からすごく緊張していますが、皆さんが温かく見守ってくださると嬉しいです。そして何よりこの作品をすごくコメディということで、皆さんに楽しんでいただける作品になると思うので、私も精一杯頑張ります。そしてサイキック学園が結構その超能力がいろいろ使われるということで、私が使いたい超能力は、すぐお腹いっぱいになってもすぐ空腹になるっていう超能力が欲しいです。なんかすごいご飯を食べることが大好きなので、なんかもっと食べたいなって思っても、やっぱお腹いっぱいになっちゃうっていうことがあるので、そんな時に超能力で空腹にしたらもっといっぱい食べれるなって思って、この超能力が欲しいなって思いました。超能力ってすごいなんか無限の可能性があって、なんかいろいろ本当に応用が効くというか、どんな作品にもできると思うので、すごく楽しみにしてます。ではよろしくお願いします。バイバーイ。